はじめまして、マナです。普段妄想を絵にしたりしているので、今日は、お気に入りを紹介していこうと思います。これは、前理を交換している友達が、もしバラバラになっちゃったりしたら、こんな感じなのかなっていう絵です。これは、運命の赤い糸って結構言葉的にちょっと弱そうなので、Bluetooth にした方が良いのではという絵です。でこれは、クリボーって、棒の部分って実は帽子っていう意味で、帽子外したらこんな感じなんだよっていう嘘です。これは、ヨッシーとアッシーですね。これは、Twitter と140文字しかなくて、結構良くも悪くも会話とかって結構難しくて、着火しかできないよねっていう絵です。これは、親しい友達とか物とかしか目に入れたくない時って結構あるので、こういうメガネあったら便利だなっていう絵です。こんな感じで Twitter やってるのでよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.